カブラキ・キヨカタ8月31日から1972年3月2日は、明治期から昭和期にかけての浮世絵師、日本画家、随筆家。なお、生は、カブラギでなく、カブラキと読むのが正しい。近代日本の美人画家として、上村松園、彼の門下より出た、伊藤新水と並び称せられる。キヨカタの作品は、風景画などは稀で、ほとんどが、 人物画であり、単なる美人画というよりは、明治時代の東京の風俗を映した、風俗画というべき作品が多い。清方は1878年、東京、神田作間町に生まれた。本名は健一。元は、城の姓であったが、1895年に、母方の家督を継ぎ、株木生となった。父は、城の西菊といい、ジャーナリストでありながら、 山山亭友人と合した幕末の人情本作家であった。13歳となる1891年7月、浮世絵師の系譜を引く水野歳方に入門した。翌年には、家庭の事情により神田の東京英語学校を辞め、画業に先進している。1893年に、死の歳方から清方の画号を送られた。この頃の清方は、 詐欺流の狂言も学んでおり、同年には日本橋クラブで狂言師として初舞台も踏んでいる。17歳頃から清方の父親、西菊が経営していた大和新聞に差し絵を描き始め、続いて東北新聞や九州日報などの地方新聞や書雑誌などに差し絵を描き、10代にしてすでにプロの差し絵画家として活躍していた。詩であると方もまた、 大和新聞に挿絵を描いており、年方が展覧会出品の作品制作に向かうにつれ、清方も20歳となった1897年の第2回日本絵画協会展に初めて、日向を出品した。7月には、小説雑誌、新著月間に口絵を描き、尾崎紅洋と出会うきっかけとなった。清方は、以降の影響に出展を重ねながら、新著月刊》や、 新小説の口へ、人民新聞社や読売新聞社へ入社して、挿絵を描いた。美人画や風俗画家としての活動も始めるが、1901年に、泉強化と知り合い、その挿絵を描いたことや幼少時の環境からも、修生、江戸城長及び浮世絵の美とは、離れることがなかった。強化と出会った1901年には、 仲間の画家である秀崎英宝、池田照方、池田松園、大野静方、河合秀忠、山中古道、山村光からと共に、うご会を結成した。この頃から、本への制作に、本格的に取り組み始め、うご会の展覧会が主な発表場所となる。初期の代表作として、一葉女子の墓がある。少年期から樋口一葉を愛読した清方は、一葉の、 肖像や一応作品をモチーフにした作品をいくつか残している。その後1916年には、有城祖名、吉川玲華、平福百水、松岡永久らと近麗者を結成、特に永久と信仰を深めた。しかしながら清方自身は、こうした会派、党派的活動には関心があまりなかったようだ。1927年。 第8回定点に出品した代表作、築地赤市長は帝国美術院賞を受賞した。この頃から、大家としての評価が定まったが、清方はその後も本屋制作の傍ら差し絵画家としての活動も続けた。教科の影響を受けた清方自身も文章をよくし、腰肩の木などいくつかの随筆集を残している。1929年には、 帝国美術院、1937年には、帝国芸術院においてそれぞれ会員に選出され、1944年7月1日に、提出義芸因となった。1951年頃、第二次大戦の空襲で、東京の自宅が焼け、終戦後、1946年から、鎌倉市行きの下に自宅を構えて、晩年は同地に住んだ。 関東大震災と第二次大戦による空襲という二つの災害によって清方がこよなく愛した明治時代の古き良き東京の風景は消え去ってしまったが清方は自分がこよなく愛した東京の下町風俗や東西風の美人を修正描き続け戦後も日展を中心として作品の発表を続けた1954年 文化功労者表彰を受け、同年には文化勲章を受賞した。明治、大正、昭和を生き抜いた清方は1972年、鎌倉市雪の下の自宅で老衰により93歳で没した。晩年を過ごした雪の下の自宅後には、鎌倉市、か木清方記念美術館が建てられている。墓所は、台東区の谷中霊園にある。 刺し絵画家出身で、浮世絵の流れも組む清田の画風は、全体の画面構成などには、浮世絵風の古風なところもあるが、人物の要望だけでなく内面の心理まで描き尽くす、描写には、高い技量と近代性、芸術性が見られる。重要文化財指定の、三遊亭延長像は、清方には、珍しい壮年男性の肖像であるが、幼き日に父を通じて出会い、 画家になるのを勧め、栃木方面に取材に連れ出したこともある恩人を、敬愛を込めて描き上げた、代表作の一つに数えられている。清方の門人は数多く明治30年に入門した、門井屈を筆頭に、林緑水、石井敵水、西田青葉、松田政風、伊藤新水、山川周芳、寺島志江、笠松芝波、柿内青葉、大久保青園。 河瀬智恵水、小早川清鳥居小都人、古屋大健、北川和夫、桜井霞堂、大林千万十、増原総一、山田喜作、天沼青、河野、千島かよ林京花、津村青梅、野口青花、岡本皿ら,らがいた。また、1899年頃、小野多賀野城も清方に入門していた。ありがとうございます。